つあやだって。おつあや。ごめんね、ちょっと暗いんだけど。ちょっとごめんね。おはようございます。遅くまでお疲れ様でした。ああ、そうだね。ありがとう。そうか、ツイートしたんだったけど。そうだった。夜中は、なんだろう、パソコン使って、いろいろ、作業していたよ。なんて言えばいいのね、難しいね。それで、やっと、できた!やったって思って、寝たので、ツイートちょっとしちゃったか、しちゃったな、そうだ。惜しかっただよ。なんか、みんなのためを、みんなのために頑張ってましたよ。みんなのために、自己満なの?わかんないけど、まあまあ、またいつか、報告できたらいいなって思います。ということで、だいぶ、眠そうな顔でのご登場です、鹿島ですけども、皆さんおはよう、起きてるかな。昨日の夜、12時かな、私がよく言っている二次プロジェクトの最終メンバーが決まって、名前が NiziU っていう名前になったんですけど、その子たちの新曲の MV が完成したということなんですよ。ありがとうございます。そんで、鹿島の推しはというとですね、もうがっつり一番最後のパートをもらっていまして、すごい可愛かったです。自転車に乗ってるシーンがすごい多かったんですよ、自分の推しが。だから自転車買おうかなって思いました。そしてママは J.Y. パークさんが本当に好きみたいで、出てくるのを楽しみにしてました。はい、可愛かったね。でも、あやかちゃんはそんなもんじゃないですよ。まだまだ可愛くなる感じだね。楽しみです。っていう二次プロジェクトの話でした。MV、2期、アップが2期の MV さ、どんな MV を鹿島なら作るっていう妄想してもいいですか?すっごい、ああいう、派手な MV はでもやってみたいかなって思います。なんだろう、でなんか結構2期ってこう物語調だったりとかすることが多いかなって思うので、本当なんかリップシーンと、なんだろう、弾きと、そういう派手な感じにしてほしいなっていうのかな。メイクもいつもと違う感じだったりとか、カラフル?キラキラ?みたいなの?そういうのって、蜷川実花さんみたいなMV を私は作りたいです。はい。あまり得ちゃいます。自転車はあとまーちゃんがどうかな、なんかにと乗れないみたいな感じだったんだけど、自転車の大会みたいなのに、大会じゃないな、自転車を走るイベントに出たことがあるんで、私と千夏とまーちゃんで。その時に
乗れないこともなさそうだったっていうくらいですかね。ばあちゃんはすごい乗れるっていう感じです。顔ドーンって感じ、あ、現職ドーンって感じ。そうだね、ありあり。なんかあとはなんかこうそれぞれメンバーそれぞれのコンセプトでなんか衣装とメイクも2パターンくらい撮れたらいいなって思うかな。例えばなんだろう、そうね、ガラスの机の上に寝そべってるヨピカワマユパンととか、なんだろうな、キラキラ輝く、キラキラ輝く、草原の中に高萩ピナツちゃんとかユニコーンに乗った中川千尋ちゃんとか、めっちゃ可愛い箱の中にいる佐々木ほのかちゃんとか、ぬいぐるみにまみれたニクラミちゃんとか、なんだろう、浴槽の中は宝石だらけ森永ニーナちゃんとか、お姫様の格好のゆりちゃんとか、言うたね、あ、私か、私は炭酸ジュースの周りの中、冷蔵庫みたいの中にいるかしまやちゃんみたいな、わかんないです、いや、もうすごい勝手に言ったからだけど、そうですね、的な、そうですね、まあまあのイメージ、なんかこうリップシーンとイメージシーンみたいのが多い、あとダンスシーンはもちろんだけどね、ダンスシーンはもちろんあるけどみたいな、そういう MV を撮ってみたいです。派手な MV が撮りたいですね。はい妄想家事です。ですかね。おはよう、はよですかね。今日で2020年半年が終わる。確かに、と言われた、自分を見つめ直す2020年だったかもな。すごくそれはありですね。ポジティブに行きたい、やっぱりポジトーブに行きたいんです。炭酸の撮影むずいって、やだ、やりたいよ。違う、なんか私が冷蔵庫の中でなんか一個の炭酸になりたい、だからなんか等身大ぐらいのでかいペットボトルに挟まれたいかな。はい、そう、可愛いポップアーズがいいですね。だからなんかっていう、なんていうのか、っていう初恋のお約束の可愛いバージョンみたいなのもいいかな。あ、でもそっか、っていう初恋だとソロのダンスシーンみたいになったな。違う違う、ああいうのじゃなくっちゃなくって、サンサンサンのめちゃめちゃ可愛いバージョンみたいな感じかな。爽やかなのはサンサンサンにやったので、次はプリプリでもないか、あのパキパキに可愛いっていうイメージが、パキパキに可愛い雰囲気を皆さんにお届けしたいですね。ペットボトルの着ぐるみ、あ、ありあり、めっちゃあり。あ、私ペットボトルになりたいかも。仮装したいね。ないかな、売ってないのかな。
ターティングオーバー実現ね。スターティングオーバーってさないんだよね意外と MV が。だからお家で歌ってみた動画だったりライブ映像だったりはあるんだけどね。ね、あれそうだけどね。炭酸酸を気にならない気にながら炭酸酸だって好きだよ私そういうの大好きさハロウィン、あ、ペットボトル仮装と宣言、宣言っていうかやりたい、やりたいよ。可愛いポップが似合いそうだよね。いいね。まあでもカフパップじゃなくてもいい、ゴージャスでもいいんだよ。ゴージャスでも。何のドラゴンキュー聞いたことあるな。姉ちゃんが今テレビ見てるんですよ。これなんだっけ、何のドラマだったっけ。私なんかやばい BGM で何のドラマだか分かるようになってきたかもしれない昔ビートたけしさんが高楽館の着ぐるみを着ていた。お、え、いいね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 、すごいな。だってあれは見ましたよ、美食探偵。美食探偵ね、美食探偵面白かったな。独特すぎてすごい世界観だったよね。うんうん、そう独特だったな。発注すると結構お金かかる。確かに確かに確かに。炭酸さんハマってるって。美食探偵面白かった、すごく。私地味にレンタルさん楽しみにしてたんだけど、もうやんないのかな。あれレンタルなんだっけ、レンタル、レンタルさん昔だしたけどまだ見てない。あ、じゃあ言わないとこオッケーオッケーオッケー。美食探偵はなかなかぶっ飛んだ。いや本当になんか独特だよね、あの世界観が。うん、あれ面白かったです。最終回も拡大で私リアルタイムで見てました。多分レンタルさんはツイッター見てるってね。あれ面白いよねレンタルさん。なんかレンタルさん面白いから私見てて、ドラマねちょっとまだ止まってるので。あとスーツ、スーツ、私スーツ楽しみにしてるんだけど。スーツ、荒木優子ちゃん、荒木優子ちゃん、荒木優子ちゃん楽しみです。あれ見やるのかな。あとはこんなもんか。なんかもっとあったんだけど、もっとあったんだけど覚えてない。あとなんだろう。ちょいちょい再開していくのかな。ミユ404、何それ、知らない、何それ、なんだろうそれ。うん、気になるな。石原さとみさんのドラマあったっけ、どんなのだったっけ。あ、綾野剛さんと星野源さん。うわ、撮ってない、ちょっと見た方がいいかな。ちょっと TVer 行くか。あーそう、面白いんだあれ。あ、でも見ようかなとか思ったけどなんか忘れちゃったな。レンちゃんがドラマ再開してそうしそうって、え、出てたよあれでしょ、未満警察だっけ。見た見た見た、なんだろう、私レンちゃん、レンちゃん見たくて見たわ内容もすごく面白かったです。あと牧陽子、牧陽子さんマジやばかったっす、本当にやばかったですよ。みんな見てね。あ、ゲストか、でもそっか、そうだよね、もう出ないのか。でもなんならもう牧陽子さんしか頭残ってないかもしれない、割と、TVer であるのかな。アレクサンシン、アレクス、アレ、アレ、アンサングシンデレラか、アレクサンシン、アンサン、みんな詳しいなって。やっぱドラマ好きなんだよね。アナチュラルと逃げ足の脚本家のドラマ、待って、二つとも大好きじゃん。ちょっと待って、これ見た方がいいわ。ちょっと見ますわ。ありがとうヘパリーゼ君。なんでヘパリーゼなの今。あ、いやだって。
米津さん、うわっ、なんか見なきゃダメじゃん、それ絶対見よっと。なるほどね、ほら、あ、そうなんだ、まーちゃんの、まーちゃんがつけたのか、これはヘパリーゼ。なんでヘパリーゼにしたんだろう面白い、まーちゃんかな、それくらいかな、と、なんかもう忘れちゃった、どれ見てたっけ、あと、あ、あとあれか、三田園、三田園は私はめっちゃ好きですよ。だってああいうのめっちゃ面白くないですかっていう感じだよね。そう、あとなんだろうね、もうなんか、あ、ギルティー始まった、ギルティーだ、ギルティーも楽しみです、とっても。車壊してたから金かかってるそうか、そうね、あの星野源さんが出てるんですよね。そうね、あれ確かに車壊したんでね、なんか壊したかちょっと分かんないけど、予告ですごかったなと思った。めっちゃテレビっ子なんですよってやばー、ヘパリーゼ M って終わったの、あ、待って、来週最終回だ、見てる見てる、忘れた、 M ね、いや、 M は見ましょう、皆さん、あれやばいっすよ、本当にぶっ飛んでる、面白いです。許さないボス、許さない、こういうのがあるんです、あの田中みな実さんに要注目で見ていただきたいところですね。許さないボス、ボス、ボス、許さないっていうのがあったんですよ。あと私が、あの、なんだっけ、恋愛ドラマな恋がしたいの一番初期に出てた海ちゃんって子がいるんですけど、その子が出てたので、うん、もうほんと海ちゃんと思いながら見てます。そうそう、スピンオフ、え、見てない、あ、そうなんだ、そうなんだ、ワンピクセルさんの方が出てる、へえー、あ、そうなんだ、おい、田中みな実さんのかな、いや、わかる、それはわかる。あとは安西カレンちゃんが可愛すぎるっていう事件、あれはもう大きな事件だよ。私はもう可愛すぎてもその子から目が離せないけど、田中みな実さんすごいよね。許さないボス、許さない、どっちが勝つかねっていうシーンがあるんだけど、ドラム叩きながら言うのねそれがもうめっちゃ面白かっちゃっちゃ、はい、面白いって言っていいのか分かんないけど本当に好きです。 M 来週最終回ですかね、楽しみですかな、はい、バーサ、バーサス、許さない、バーサスっていう、いや面白いよね、本当テレビの話をしてますね。みんな、まあ、テレビ、ね、すごい見る方見ない方って結構分かれると思うんですよね。梶島家はもともとみんなテレビが大好きなので、そう、テレビはもう争奪戦がすごいのよ。だからさ、みんなが見たいテレビをこうさ録画したから、録画機だけにはめちゃくちゃ命をかけてます。3個同時録画できるし、本当はね全部撮れるのが欲しいレベルなんだけど、あのそんなのは無理でしょ、高いしね。だから3個同時に撮れて、追っかけもできて、容量もそれなりに良くて、 DVD に、あ、まあ、ちょっとブルーレイに落とせるみたいな、そういうの頑張って、そうそう、そういうのみんなで頑張ってます。上沼恵美子さん、マジですか？私は割と上沼恵美子さん好きなんですよ。面白いですよね。やっぱ関西すごいな。関西いいな。カンテレがあるじゃないですか、まず。な、カンテレ、私割とカンテレの番組が見たいんですよ。絶対面白いじゃんっていう番組が結構あるから、割とはいらん。なんか変な意味で使ってたな。割とっていうか、なんだろう、
関東はそんなに出てないじゃないですか。だからあの割とって言っちゃった。 なんて言えばよかったんだろう。あの意外と、あのそれも違うな。なんて言うんだろう、難しいよ日本語。カンテレといえば結婚できない。なんか面白い番組がさいっぱいねあるからさ、そう見たいんだよカンテレ。キリさんの面白い番組もそうだしさ、なんかねカンテレいいよねって思うかもしれない。あ、やっぱカンテレ規模がね、なんか忠実に面白いこと、面白い番組があるってイメージかな。そうね、そうね、吉本を見れるって聞く。いいなカンテレ、ちょっと羨ましいです。いや、首が出ました。すごい元気なあくびでしょあくびっていうのかな、今の勢いだけのあくびをさせていただきました。 TVer だな、だってはい、ということでどうでしたか朝から家事朝から家事、おはようございます。朝から家事はどうでしたか。なんか意外と睡眠時間をたっぷり取らない方が朝パキッと起きれることに気づきました。なんかよく8時間くらい寝たいなとか勝手に思ったりしてたけど、なんかこれくらいの時間でも時間が一番ちょうどいいかもしれない、うん、あ、占いね、やろか。占い、カチカチ占い、カモン。ででんてんてん、カジシマの占いの時間がやってまいりました。皆さん1から6までの数字を選んでください。1から6までの数字を選んでください。その選んでいただいた1から6の数字でカジシマは、数値ごとに占いをしていきたいと思います。1から6ですね。コメントでね、どんなのを選んだよって教えてくれたら、あ、私は少し嬉しいんで、まあ、書いていただけたら嬉しいなと思います。はい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 、じゃあ私は今日1にしようかな。まあ直感ですね、こういうの全部直感で選ぶのが一番いいと思います。はいはい、いいですね、いいですね、ありがとうございます。皆さん、あ、1、6、2、3、4、6、みんな頭に思い浮かべたかな。そしたらじゃあカジシマがまずは大吉から占っていきたいと思います。占い方法はじゃん、このサイコロを使っていきたいと思います。それではいきましょう。大吉はじゃん、わお、5番を選んだそこのあなたは大吉です。おめでとうございます。すごいな、誰かいる。あ、神奈良くん、おめでとう。あれ、オンリーじゃないですか。あれ、一人。あら、あら、すごい、おめでとう。すごいな。今日はすごく、なんだろう、テキパキ物事が進んで、すんなり、仕事のできる人っていう認識が、周りから信頼度も高く、とても、すごくいろいろなものがはかどる一日になると思います。思いやりもあなたは持っているので、すごく人からも信頼される1です。おめでとう大吉。最悪じゃん、うちがはかどるって言ったらお休みだって言うあら、お休みって言っちゃう、マジか。まあまあ、でもなんかいろんなことに挑戦してみてくださいね。ラッキーアイテムは袋、ラッキーカラーは黒です。おめでとう。じゃあそれでは今日いきましょうか。今日、いやー、私出ちゃったやだな。せーの、は6番を選んだあそこの穴だ。残念ながら今日は今日です。残念、残念です。かゆかゆ。6を選んだマー君、 MA マー君です。大井さんですかね。あら、あ、メガネっちもか。
泣いた泣いた。6番選んで損なわれたは今日です。うん、目がすごく焦点が定まらないじゃないけど、なぜか集中できない一日になってしまうかもしれないです。深呼吸をして気合を入れ直して一日過ごしましょう。きっとあなたならできます。ラッキーアイテムは一番お気に入りの靴、ラッキーカラーは白です。あ、遅れた、泣いた、あゆーくん待ってたよはい、じゃあ一緒に頑張りましょうね。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。どうでしたか、楽しんでいただけたでしょうか。ちょっと後の人は吉です、よろしくお願いします。吉か、まあまあいいでしょう、いいでしょう。はい、今日は、いろんなことをやりたいことがいっぱいあるので、今日は一つ一つやることをこなしていこうかな、カジシマ。そうですね、皆さんも何かね頑張る日になるかもしれないので応援しています。一緒に頑張りましょう。それでは本日はここまでです。お手を拝借せーの、以上です。また会いましょうね。朝配信楽しかったね。バイバイ。鼻水出る、ちょっとバイバイ。じゃあカジシマバージョン、ドゥドゥッ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 特別なものあげるのに、パッパッパン、どんなのがいい、笑顔にしたいのに、ピャッピュン、あれ、いつならするためにモデルなり見て、タイムに来て幸せ、私で聞いて進めてね。Who I just wanna make you happy or more 笑ってほしい。ごめん、全然わかるよね、歌詞が。忘れちゃった笑顔も愛情を全部取り戻して、その笑顔を見てるとき、ほんと幸せ。あれでね、あれでね、 Anything Anything バイバイ。